倉入地は戦国時代から江戸時代における領地区分の一つである。大名もしくは政権、幕府の直轄地のことである。所領のうち菓子に与える地行地に対するもの。倉入地には大官を派遣して直接支配を行い年貢、諸役などの徴収に当たった。戦国時代におけるク入地は戦国大名が自故の所領のうち 家臣へ与える、治行地に対して、大官を派遣して、直接支配を行って、年貢、諸役などの徴収に当たった、直轄地を指す。豊臣政権、江戸幕府及びその諸藩にも引き継がれていった。戦国大名の倉入地は、朝廷や室町幕府においても用いられた、御領所とも呼ばれ、主に本拠地の周辺部や、新規に獲得した。 占領地に設定されることが多かった。倉乳地からの収入は、大名家の財政を運営するための財源となったほか、兵糧米や下級家臣への6枚に充てる財源としても重要な役割を果たした。また、米国や特産物、鉱山、山林などの確保や交通、商品流通の用地を抑える役割も果たした。織田信長が、 足利義明からの官僚就任要請を断って、代わりに、大津、草津、堺の支配権を得て、ここを倉入地化したのは有名な話である。豊臣政権の倉入地は、太鼓造入地とも呼ばれ、小田政権が残した倉入地を継承しつつも、全国平定の過程で、さらに拡充を続けた。また、諸大名の不祥事などを口実に、 領内の用地を募集して倉入地に編入することも行われた。慶長3年の統計によれば、全国1860万国のうち198万国が倉入地とされており、最盛期で機内及び、北九州を中心に220万国を超えていた。大館には、秀吉時期新上がりの大名や理領をはじめ、豪商や僧侶、 服属した大名やその家臣を任命するケースが多かった。大名が、大官の場合は、大名安土型、理領や僧侶、合商などの非大名が、大官の場合には、理領大官型と呼ばれている。豊臣家の私的な所領というよりも、豊臣政権が持つ国有地の意味合いが強く、関ヶ原の戦いで勝利し政権の主導権を握った。 徳川家康により、多くの大鼓蔵入地は東軍についた、初代名へ、豊臣政権からの恩賞として分配された。江戸幕府の蔵入地は、明治以後には、天皇直轄地に編入されたことから天領とも呼ばれ、徳川家康が、豊臣政権によって、関東地方に違法された時に設定した約100万国を元にしている。その後、 関ヶ原の戦い以後の大名の改役などによって、次々と直轄化を推進した。さらに県知霊校や、神殿開発も、その拡大に拍車をかけた。教法年間には、全国約3000万国のうち、750万国が、蔵入地であった。江戸幕府像入地及び一部の旗本事業所には、幕府から、武行、大官が送られて、支配を行った。 同義語には、天領のほか支配書や、抗義領などがある。なお、初版においても、事故の財政運営のために、同様の蔵入地を設置していた。ありがとうございます。